はい、どうもこみです。さて、本日はこちら TH コンピューターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、本日のですね、テーマはドラゴンになります。やっぱドラゴンですね、今の環境めちゃくちゃ使いやすい、まあユニットの一つだと思います。で、タンホール8から結構慣れ親しんでる方も多いと思うので、今日ですね、見てもらいたいのは13、もあるんですが、だけではなくて11のドラゴン。実は11のドラゴンっていうのが、まあ相変わらずものすごい、そのもう暴れっぷりで、もう本当にもうアンストッパブルなんですよね。これをぜひね、ちょっとね、見てもらいたいということで、本日まずは、TH コンプリーターさんからですね、動画を2つですね、見てもらいたいというふうに思います。で、動画2つというか、まあ、リプレイ2つですかね。ちょっと1個前のやつに戻ります。こちらになるんですけども、いやーなんかもうね、ちょっとまたですね、ミラゴクさんのドラゴンですね。ミラゴクさん何やってもうまいからね、本当に。この人のどうしてもアタックが、私のチャンネルの登場頻度高いんですよね。ほんだけやっぱり本当に、もう、そのなんていうんですか、得られる、そのなんていうのかな、その感動が大きいアタックをね、してくれる方です。で、これ、もう完全にクラン城に対空砲が2本隣接しちゃってますね。で、こういう場合にはもう当然ながら対空防衛をめちゃくちゃ削れます。こんな感じでエアスイーパー、さらにシングルのインフェルノタワー、この辺を巻き込みながら、クエイク、ライトニング、片っ端からですね、こう分けて打っていって、多分これ、クエイク巻き込みたかったんじゃないかな、折れてないってことに気づいて、もう一個クエイクをこちら側に打っている、シングル側に打ったんじゃないかなと思うんですけども、でこうすることによって、何がまず出来上がったかっていうと、この部分のカットですよね、このカットが出来上がっている上に、対空防御がめちゃくちゃこれ弱くなっているじゃないですか。じゃあドラゴンルートを作るために、あとこの辺もこうカットして、まあこう白塗りで書いたところら辺をこうカットすれば、あとはドラゴンラッシュをするためのルート側、ザクッとまあこういう風に L 字型が作れるよと、まあいう形になりますよね。で、これを回していくっていう感じですね。まあここのちょっとですね、大砲とアジャ島は、バルーンで削り切るはずが、ちょっと削り切れなかったっていうところです。多分テスラ森の火力によって若干、調整がしきれなかったっていう感じかなと思いますが、キングと、アーチャークイーンですね。に関しては外周をここをしっかりこう歩かせて削りを入れていきますね。まあ、これはドラゴンを使う場合の結構上等手段になるかなと思うんですけども、ドラゴンたちはぐるっとこの3次方面に向かっていく。で、ロイヤルチャンピオンに関しては、これ6次側から出していってますね。6次側火力が相当低くなってるんで、ここに、ドラゴンが遠回りしてこうぐるっと行かないように。もうここに行かないで、ここが終点に、3時間が終点になるようにするという感じですね。で、さらに、対空砲2本がここに固まっちゃっているじゃないですか。ここに、突撃艦を当てていきます。で、これ本当ですね、多分落下のダメージで、対空砲を折っていきたかったところがワンチャンあったのかなと思うんですけども、折っていきながらさらにプラス、そこにバルーンとかが入れば、落下ダメージを受けて、もう呼ば対空砲がポンポンとね、バルーンで落ちていくっていう感じですね。ちょっとまあドラバルが少し違う方向に逸れたんで、若干、本体のドラゴンに対空砲のダメージが入りましたが、まあまあ、ロイヤルチャンピオンも追いついてたんで、全く問題ないでしょうということですね。綺麗な形で、これ、3次側にドラゴンが集まっていきましたね。いや、非常にお見事で、まあ、今回そのミラゴグさんのアタックうまいですね、というとこもなんですけども、お伝えしたかったのは、クラン城をやっぱりライトニングで壊すっていうのは、一番今の環境の中では見るべきポイントなのかなっていうふうに自分は思っています。まあ、雷を制するものがやっぱり今の、あらゆる攻めですね、を制するのかなというふうに思っていて、まずこのクラン城の周りになんか美味しい施設がありませんかっていう風に考えた時に、対空砲がどう考えても2本あるっていうのは、これ空に対してクラン城を折ればだいぶ美味しくなるなっていうのがわかりますよね。で、さらにこれよく見ていくと、前私の動画でその桂馬の位置までライトニングが伸びますよっていうね、落とし方を間違えないっていうような動画を出したんですけど、その時の、まあ、パターンで話をすると、ここですね、一番角っこの、ここ、クラン城の角っこから、1、2、3、まあ、ここが桂馬の位置ですね。将棋でいうとこの桂馬の位置。で、この桂馬の位置に落とした場合に、1、2、3と、またここですね。桂馬の位置、次の桂馬の位置で、インフェルノタワーにアタックすることができると、まあ、いうことって、今回のこのタウンホールとインフェルノタワーはギリギリ、ライトニングが繋がるということなんですね。ここに打てば、ここに打てば、この壁に打てば、1、2、3で、タウンホールにこう到達するし、こちら側も1、2、3と桂馬の位置ですね。将棋でいう桂馬の位置、この2つのここが、はい、この丸に打った場合最長到達距離になるんで、ここですね、はい、に入るということで、これでちゃんと対空砲と、インフィルムタワー、さらにクラン城まで巻き込めると
まあ、いうことがわかるかなということになります。いやー、これめちゃくちゃよく見てますよね。この対空防衛がやっぱ固まっているところをどう壊すかっていう発想がね、めちゃくちゃやっぱりミダゴクさんならではだなっていう気がします。で、次はですね、 D さん見ていきたいと思います。 D さんのドラゴンもこれもまたすごかったですね。で、これも完全にですね、ゲスキングさん式のゲス式ドラがですね、ドラバルですね。自分も結構使わせてもらうことが多いんですけども、非常にシンプルで、シングルインフェルノタワーと対空砲をまとめて、茜式で折っていきます。これですね、突撃艦の中にライドラバルーンを入れてレイジクローンで一気に増やして、相手のアーチャークイーンにもライドラのチェーンをレイジに含めて刺していって潰すと。これも完全に投石機まで折れましたね。この仕事はめちゃくちゃ大きいんじゃないでしょうか。こうなってくると、もうこの、虹側をしっかりこうカットしてあげさえすれば、完全にドラゴンのルートがもうこういう風に出来上がっちゃいますよね。で、まあ、ベビードラゴンでそのカットを始めたということですね。まあ、バーバリアンキングはいますけども、これはもう時間の、問題で処理ができるので、まあ、放っておきましょうという形で、ドラゴンたちが出てくるのはもうどう考えてもこの11時、12時方面ですね。ここから来るというのが分かっていきます。で、もう一つポイントは、これクラン城が壁の外側に、その援軍釣り出し範囲を持ってないということが非常にこれ重要になります。援軍釣り出し範囲が壁の中にあるということは、外周をキング君がこう歩いていっても、援軍釣らないんですよね。中に入っているのが、例えば、まあ、ラバーハウンドとか、そういう、対空には反応しない援軍だった場合には。それが非常に大きくて、バーバリアンキングとクイーンでしっかりとカットを入れていくことができるということですね。ただ、今回、これね、分かんなかったのがね、なんでこっちから出したのかなんですよね。こっちからキングクイーンを出していってる理由がどうしても分かんなかったです。この、イーグル砲をもしかしたら、早めにキングクイーンで処理したいっていう思惑があったのかな。またはここにシングルインフェルノがあるから、このシングルインフェルノを、キングクイーンで多分降りない位置ですからね、壁に穴開けないと。まあ、なので、あんまり伸びないと踏んだのか。ただ、まあ、対空砲が2本ですね。こことここにあったので、自分だったらどうしてもキングクイーンをこう歩かしていきたくなっちゃいますね。まあ、その、結果もあって、結構、ドラゴンが、3時、9時方面、8時方面にこういっぱい逸れていますね、ここね。逸れていってるんですけども、まあ、でも結果的には、それもものともせずに全開していくということになります。まあ、キング、クイーンで、このイーグル砲を追って、さらに、まあ、対空砲が残ったとしても、そこをクイーンが追ってくれるという確信が持てたので、まあ、こっちから行ったのかな、という感じですかね。うん、まあ、なんで、まあ、ドラゴンのルートが、すいません。こんな風にまあ限定されたような格好になりますね。直線的なドラゴンをさせたと、まあ、いうことになるんですかね。うん。まあ、どっちにキングクイーン出してもよかったのかもしれないっていう風に自分は思うんですが、まあ、ディティさんもしね、この動画見てたらその辺のプラン の細かいそのところを解決してもらえたらすごい嬉しいななんていう風に思うんですけども。まあ、とにかく今回の2本目で言いたかったのは、こんな形でですね、茜式を使ったドラゴンっていうのもめちゃくちゃ便利です。これ。ライトニングを使うっていうのは、そのあくまでライトニングを使って重要な施設を壊しながら区画を破壊する、まあルートを作るということが目的になってくるんですけども、まあそれを別にライトニングでするか、それとも同じ枠数、枠数もうちょっと少ないかな、呪文枠数は。を使って茜式、ですね。で、を使ってやるか。まあどちらをするかっていうのは、まあその、相手の村の配置を見極めてでいいと思うんですが、まあ今回の、D さんの配置、攻める配置の場合でも、まあリグのクロス砲が多め。ですよね。で、ここにこうちょっとスペースがあるので、ちょっとここがもう分断されちゃってるんですね。この右側と左側とで。で、防衛援軍が、フランジをここにあるんで、茜式を今円描いている、このインフェルノタワーのところに当てても、まあまあ援軍釣らないから結構ライドラバルーンが伸びるんじゃないかなっていう、まあ、そんな算段で今回は、対一のクロスボウを、まあ、無効化できるドラゴンを選びながら、じゃあ、ルート作りには茜式という、組み方でいったんじゃないのかなと。いうふうに思います。はい、ではここからはですね、GS さんで見ていきたいというふうに思います。で、タウンホール11のライトニングドラゴンがですね、もうやっぱり無双状態になってしまっているんですね。ヘラクレスさんのアタック、これまず見ていただくとそれがすんごくよくわかります。で、クエイク2発プラスの、ライトニング一発で対空砲が折れるわけですね。こんな風に。で、まあ、ついでにアーチャートなんかが近くにあったら、それも巻き込んで折れちゃいますよと、おまけでね、いうことなので、
これを使って、ライトニングプラスのクエイグでガンガン対空砲を追っていきます。ここもですね、対空砲を追っていきます。で、3本の対空砲が、ライトニングプラスクエイクでなくなってしまって、で、残り、マルチインフェルノなんで、まあ、この辺はドラゴンにとってはそんな怖くないですね。まあ、金庫があったりエリクサ、タンクがあるんで少し、突破に時間がかかりそうな、仕組みにはなってますけども、まあ、ある程度数のあるドラゴンが固まってそこに向かっていけば、まあ、そんなにやられる心配も少ないのかなと。最後の4本目の対空砲はこれ、キングクイーンで追っていきますね。で、ドラゴンたちは主力が一番下からこう出ていくような形になってますね。ここから主力が6時から出ていって、イメージ的には、まあ、こんな風に回していくイメージになっていくのかなって感じですね。これロックボマーを当てて、マルチインフェルノを倒しに行ってます。マルチインフェルノとロックボマーはめちゃくちゃ相性がいいので、タウンホール11で、まあ、ドララをする場合っていうのはよく、これをですね、活用してもらうといいかなと思うんですけども、今回に関してはちょっと、ロックボマーのね、進行がエアスイーパーで遅れちゃったんで、まあ、多少時間がかかりましたね。で、ドラゴンがうまい感じにこれ、3時側かに流れていっていますけども、これは、意図的に流したわけでは多分なくて、ランダムで流れてた分じゃないかなというふうに思います。それが、まあ、結果的には回収を手伝ってくれて、両脇からこうですね、12時方面に向かって、秋の村に迫っていくような形のプランというかルート作りになってます。まあ、主力はあくまで6時からこう9時方面を経由して回ってきたこっちのね、グランドウォーデンがついていっている方になるかなと思うんですけども、こんなように、なんていうんですかね、一見そのもうルートができてないような形から攻めていっても、なんせ対空砲がもう全部折れちゃってる状態でのスタートになるので、ドラゴンを倒せるその施設があんまないんですよね。まあ、結果的にもうドラゴンのもうその素の力で押し切っちゃうというか、まあ、今回のヘラクレスさんのアタックなんて見てもらうと分かるんですけども、これ、ドラゴンがね、これ、ここをカットして、ここをカットして、まあ、イメージ多分こういう風なルートを作っていったんだろうと思うんですよね。こんなようなルートを作って、こうかな、こんな感じか。こんなようなルートを作っていたという風に思うんですけども、ドラゴンがこういう風に入るような。まあ、だけども全然荒かったですね、ルートがね。それでも行けてしまうっていう、やっぱりこのドラゴンの底力を、それをしっかり引き出した、まあ、ヘラクレスさんのライトニングの打ち方ですね。これがやっぱりもう際立った、すごい、皆さん多分真似したくなるようなアタックなんじゃないかなというふうに思います。で、ラストはプサンですね、見ていきたいと思うんですけど、これはですね、対空砲、やっぱちょっと内まったところに入っているので、これは、まあ、ヒーローでちょっと降りづらいですよね。しかも、このクラン城の範囲に、キング、クイーンは絶対に歩かせていきたくないんですね。そこで援軍を釣ってしまうのが嫌なので。こうなってくると、ライトニングを使ってます、これ。対空砲と相手のマルチインフェルノ、ここをしっかりと追っていきます。で、あとは、キングクイーンでうまいことルートを作りながらドラゴンを回していきましょうというような格好になっていきます。キングクイーンはもう外側から、攻めさせますね。こんな形で。ぐるっと外周を歩きなさいというようなイメージで動かしていってます。ここですね。キングはこっち側に行かせる。で、アーチャークイーンはこうですね。で、両脇をしっかりとキングクイーンでカットしながらドラゴンたちを面でもってこう進めていく。まあ、そんなようなイメージのアタックになってますね。で、当然ながら防衛軍は出てくるんですけども、これに関してはちょっとね、どうしても出てきちゃう。スーパーガーゴールはしょうがない。ただまあこのゴブリンに関してはちょっとキングのフィストで出てきちゃったバーバリアンが釣っちゃいましたね。ただまあ2匹ぐらいなんで、まあ大したことはないということで、中心部にもうまとまってくるドラゴンが、見えているので、そこにしっかりとこうヒールを打って、ドラゴンと、しかもバルーンもですね、回復をさせながら攻めていきます。今回みたいに終盤にですね、もう効果力があんまないような場合っていうのは、多分レイジを打つよりもヒールの方がいいのかなというふうに思います。レイジの呪文っていうのは当然ヒールで回復しきれないような効果力に当たった場合にユニットがいなくなっちゃう前にやっつけちゃおうっていう、まあ、そういう意図で使う、まあ、ことが多い呪文だと思うんですけども、まあ、今回みたいにもうライトニングを下の方に打っていて、ここ、相手の、対空砲とマルチインフェルノそれぞれ、潰しちゃってるので、もう正味アーチャークイーンぐらいしかヒールの回復をもう妨げる火力持った防衛がいないじゃないですかね。なってくると、レイジではなくてヒールを使って、ドラゴンたちを回復させることによって、最後、こう、数を力で押し切っていくと、まあ、いう格好になるということですね。いや、めちゃくちゃ参考になりますよね。本当に、この村に対して、
自分ならどう攻めるかっていうふうに悩むんですけども、まあ、実際にこのアタックをする前に、この村に、クイヒリガフで攻めてた方がいたんですね。ただやっぱり、残念ながら前回習って星2の、70% ぐらい止まりだったかなというふうに思います確か、で、まあ、そういうようなあの村であってもちょっと視点を変えてドラゴンに切り替えることによってこんなに圧倒的に全開できちゃうっていう、まあ、そういうですね、プランをの主力を どのユニットにするか、ディガフォにするのか、まあ、ドラゴンにするのか、まあ、それに切り替えですよね。で、それを生かすためにじゃあどういう呪文の使い方だったりヒーローのあのカットを入れていくとかみたいなところがもしもですね、まあ、今回の動画を見ることによって少しでもこう参考になったら、まあ、本当に嬉しいなというふうに思っております。というところで本日の動画は終わりにしたいと思います。本日の、テーマ、ライトニングを使ったドラゴンアタックというところでございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、またですね今後も、タウンホール11、12、そして13のですね、動画どんどん出していきますのでご視聴いただけたら本当に嬉しいなというふうに思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。